こんにちは、ブルーホースです。前回はイーサンがパルクールを発揮してね、無事に車を奪って、カーターブレイクというね、もうね、大したことのない警察官から逃げることができました。ということで、今回スコット・シェルビーというところで、あっちに 11.4 センチまで来たね。 3.6 センチです。残り15センチまでギリギリ助けることができるのかっていうところなんだけど、果たして真相に近づいてるのかどうかっていうのがちょっと怪しいよね。で、ここどこ？開けれるね。真ん中にドアノブついてるって珍しくない？そんなもん、アメリカって。いや、なわけないよね。自分家だったー、ローレン。ローレン？何勝手に家に入ってんだ。I'm sorry, Scott. You should have listened to me, Mr. Shelby. 私の助言に従うべきだったな、クレイマーだ。Your son is a serial killer. How many people does he have to kill before you turn him in? Gordy has his faults, but he's still my son. You have no children, Mr. Shelby. You can't possibly understand. You leave me no choice. Your investigation is off for good. どういうこと？おはようございます。何が起こってる？水の中？車、車のこと沈められてる。ローレン、おはようございます。ローレン、おはようございます。なぜ寝てらっしゃるんですか？ちょ、起きないと。てか、殺してから沈めればよかったじゃないって今更思うけど、ね。ローレン、ローレン、ウェイクアップ！ちょっと待って。何もないじゃん。なんか銃が仕込まれてるか、そういうのはないの？ないね。どうしたらいい？ウィンドシールド。The windshield! The water's pushing it in! Quick! There isn't a second! ぐずぐずしてる暇はない。おお、やばい、ヒビが入ってきてるよ。やばいよ。なんとかならない。EQ は心の知能指数のことを言います。Goddamn fool! Nothing's gonna work if I don't switch on that ignition. イグニションをつけないと意味ないだろ。イグニション。あ、そういうことか。鍵をかけて、で、もう一回。あ、これ、あれか、タバコ用のライターのやつか。で、それで燃やす。よっしゃ、今から焼肉パーリーなんや。オッケー、行くぜ。まずは、タン塩を焼いて、それから上ロース行って、で、ホルモン焼きや。で、最後、締めで、ビビンバー！うぃー。クッパ派の人にはすいません。あ、シェッ！シェッ！落としたけど、でもいけるやろ、そんだけ燃えとったらだいぶ緩んどうやろ。よぼ、めっちゃ浸水してきてるよ。ほどけた。どうする、ローレを起こさないといけないから、ローレ、早く起きて。ローレ、早くしないと触っちゃうよ。ローレ、触っちゃうよ。ローレ、起きろ。ローレン、グッモーニング。ローレ、とりあえずローレの紐をほどいて、そう。もう気絶したままでいいから、もう、ローレ、起きろっちゅう。ああ、もう、起きないね、これ。ああ、もう無理だね。でも、これ、水を流、でも、このまま終わったらさ、ローレ気絶したままだからさ、二人さすがに一緒に行くこと難しい。バリン、もう一丁。バリン、もう一丁。すごいキック力だよね。おい。よし、これでローレを抱えて一緒に脱出できる。いけるか？よし。これでも水入ってきてるよね。あ、抱えてる。あ、ローレ抱えてる。さすが。すごいな。浮力、なんとか、すごい省略された。なんか、もっとなんか、なんだろう。めっちゃ連打しないと起き上がってこらないか、そういうあれかと思ったけど。ローレ、起きてるじゃない。生きてる。そもそも生きてる、ローレ。おい、ローレン、ああ、生きた。よかった。ああ、ちょっと飛びすぎちゃったわよ。で、ここで後ろでクレイマーが。I was gonna take up swimming again. This isn't exactly what I had in mind. こういう形でやとはな。ああ、なるほどね。全身運動してね、脂肪を燃やさないとね、いい体できないからな。これは obviously pretty fucked up. 水浸しどころかも水しかないわな。え、あるわ。What are you gonna do? I'm gonna go settle a few scores. 借りを返す。Come on, I'll take you home.Lock your doors and windows and don't let anybody in but me. Okay? Be careful, Scott. 気をつけて、スコット。あなたは、ここでもラブがね、ここでもなんか何、パンツ一丁のスコットと、シャツにパン、
D 姿のローレンを見ることになるの勘弁してよ。ね。はい。あ、スコット・シェルビーが続くね。水泳コーチ。うん。どうだろうな。まあ、ちょっとパートが短いんで、もうちょっと行こうか。うん。ね。5分くらいしかまだプレイしてないからね。このままスコットが続くんで、アジトに戻るっていうところなのかな。ちょっとお水飲みます。さてさて。めっちゃキレてるスコット。よくもやりやがったなって。うわー、あれだね。このまま車でぶち込んで乗り込む気だね。だよね。うわー、やる気満々や。え、まさか借りた車で？うおー、やりよったー。気持ちいい。さあ、遊ぶかと思ってたのに。これ。エアバッグ登場。サンドバッグにスコッツ。動かなくなってるね。大丈夫かな。銃を持って乗り込みます。いやー、ちょっと K2 やっちまった。おー、まさかの一撃必殺。バーッ。おー、上手。さすが元警官。甘いな。お前らそれでも SP か。バーッ。甘い。めちゃめちゃ正確やな。甘い。あ、ちょちょ。あー、撃たれた。だが熱い脂肪のおかげで私にはそんなものは効かない。めっちゃ上手やな。瞬時の判断がめっちゃ。おっ、甘いわ。てかマガジンにどんだけ銃入ってんの。今ので9発目くらいか。あ、甘い。なんか映画のワンシーンみたい。ふ、バレてるぜ。足音でな。あ、やばい。あ、違う。これちょっと、あ、2発撃たれてる。やばいな。撃たれすぎて。どうしよう。あばい。てか、あんな飛ぶ？さすがにやりすぎじゃね？演出が。バネでも仕込んでんのか。走ってきた。ああ。うっと、まだいるね。うるせえんだよ、この小前が。俺で飛びすぎ。マガジン大丈夫？マガジン。果たして。うら、クリーマー。どこ行った？ Stay back!Don't come near me, or I'll shoot! めっちゃ弱いこいつ。大したことなかった。ファッカーな2発撃たれてもこんなピンピンしてんだよ。オラ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 。Please, don't hurt! 殺しはしない。だが殺すよりも、もっと痛いです。さあ、ズボンを脱げ。穴という穴にいろんなものを打ち込んでやるよ。オラ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 。Your idiot son killed all those kids, didn't he? He's the origami killer. No! No! He's innocent! He's not gonna kill us! 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 He's not gonna kill us!あー、これ殺しちゃうね。あー、頼む頼む頼む。I beg you。 あー、やばいな、殺しちゃうね。 I'll tell you everything。 殺しちゃおうか。いいだろう、話してみろ。ゴーディーは、ゴーディーいつも楽しみ。ゴーディー always wanted his fun。 自分の命が危なくなったら、 to be like the origami killer。 息子を差し出すってか。He kidnapped that kid。 子供を誘拐して水の中に長くつけすぎた。 He held him under the water for a little too long。水の中につけすぎると、その、なんか、つやふえになっちゃうんだよね。え、ゴーディーイコール、ジョン・シェパード？なわけないよ、ね。He told me everything. 事故だったんだ。He was crying. He was so sorry for what had happened. でも、これ、折り紙殺人鬼じゃないんじゃないか？ゴーディー。だが、それでもあいつは私の息子なんです。じゃあ、それを隠していい理由にはならないよね、息子だからっていうことで。ところで、私、ケチャップが2箇所だから垂れ流してるんですけど、それはどう説明します？ No one will miss him. 誰も悲しまない。What?That boy, Gordy killed. Gordy が殺した少年だ。誰が悲しむ？そこらに転がってるゴーディだ。Straight trash, like so many others. おっと。You disgusting pile of shit. いや、豚じゃないね。キツネ野郎だね。ジョン・シェパード。And what about John Shepard? ジョン・シェパード。Why did you put flowers on his grave? 私は、I own the construction site where he died. おっと。I never forgot. 一生忘れん。30年間ずっと花…あれじゃ、やっぱりジョン・シェパード死んでんのか？
人の誰かがジョン・シェパードを名乗っているってことか。ああ、双子。John had a twin brother. What happened to him? I don't know. He was adopted, I think. His mother. His mother should know. Her name is Anne. Anne Shepherd. Anne Shepherd. Anne. なるほど。銃持ってるんじゃないの？やばくない？あ、死んだ。胸がときめく。バクバクする。早く、早くやっちゃっていい。I need my pills. 薬を取ってくれ。In that drawer, there. 立ち去るっていうこともできるんだよね。しゃあない。まあでもね、こんだけ人を殺しといてね、今さらね、もう一人救ったところでってなるけど、どう？これを目の前でさ、叩きつけるっていうことしてみる。サーベルタイガーにかませるとかね。ほんと小物感のやつな、一回これ助けずにさもうやっちまうみたいな。もう命の恩人どころかも命をほとんどの時傷ついてるのに助けなきゃよかった。だってあなたの SP 全員殺しちゃったよ。大丈夫？やっちまったけどな。ほら、うわー、ここまでやって折り紙殺人鬼を捕まえることができたからって言ってスコットは許されるのかな。優しい心なのか。ああ、まあちょっとスコットの計り知れる狙撃能力を見せつけることができた素晴らしいパートだったと思います。ということでね、また主人公が変わりますんでこのあたりでおさらばしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。